でもこのお腹に穴があるね。もしかしたらヤドリバエの仕業かも。くそー、せっかくいたのに。はい、皆さんこんにちは、虫岡です。今日はですね、ちょっと悲しいというか怖いというか、そんな感じの動画になるんじゃないかなと思います。6月の中旬も過ぎたということで、虫岡の大好きな昆虫コロギスを夜の森に探しに行ってきました。さあ、というわけでコロギス探しに来ておりますけれども、現在ね、6月の半ばなんで、まだ成虫になってない可能性が高いんですよね。はい、こんな感じでコロギスを探しに行ってきました。まあ、修霊幼虫とか成虫がいるかなと思って、まあ、2時間ぐらいかけて樹状とか手すりとかを探してみたんですけれども、なかなかコロギスが見つからず、そしてさあ諦めて帰ろうかなと思った時に、いった。でもこれ生きてるか。生きてるよね、生きてるはず。ちょっと捕獲します。よし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 。こんな感じでコロギスのメスの修霊幼虫が葉っぱの上に乗ってるのを見つけたんですね。でもまあ、見つけた時からなんか怪しいなとは思ってたんですけれども、捕獲しようと試みた結果、違う、やっぱり死んでた。くそー、マジか。なんでだろう、ヤドリバエかな。でもこのお腹に穴があるね。もしかしたらヤドリバエの仕業かも。くそー、せっかくいたのに。そうなんです、2時間かけてコロギス探してやっと見つけた幼虫が葉っぱの上で死んでたんですね。で、ちょっと死んでたコロギスの幼虫もね、いろいろと怪しい箇所があったので、ちょっと見てみたいなと思います。どうぞ。さて、こちらがそのコロギスでございます。ちょっと夜の山では確認できなかったこととかもあるので、一応死骸を持ち帰ってきました。さて、こちらが葉っぱの上で亡くなっていたコロギスの死体でございますけれども、この触ってる感じを見てもらってもわかるように、かなり柔らかいんですよ。やっぱり昆虫は死んでしばらくすると硬直するんでね。まあこれがかなり柔らかいっていうのと、あと直視目なのにすげえ綺麗な色が残ってるんですよね。普通やっぱりこういう鮮やかな緑とかをしているね、生き物は死んでしばらくすると色が変わってしまいます。まあ何が言いたいかというと、おそらく死んで間もないコロギスなんだと思うんですね。で、お腹、改めてやっぱり見てみると、これほら。ほら、やっぱりここ穴が開いてますよね。そしてこれは感覚でしかわかんないんですけど、やっぱり気持ちね、お腹がスカスカな気がするんだよな。まあ死んでる直視目のお腹をそんなにね、今まで好き好んで触ったこともないのでわかんないけど、こんなに張りがないもんかなっていう感じはしてる。あー、ここの傷ちょっ、んー、ここにもなんか傷があるな。これは傷かな、汚れかな、何かあるよね、ここも。で、ここにも黒いシミがあるね。まあ、ただ僕もね、去年コロギスの幼虫を育ったことがあった時に、まあ、体に黒い斑点が出てくるというのはあったので、ただ、前回ヤドリバエがいた時もこれぐらいの黒い感じはあったので、なんとも言えねえな、わからん。俺にはちょっとデータが少ねえ。ただやっぱりこの穴ですよね。もしかしたら2年前に虫岡が目撃したあの悲しい光景、ヤドリバエがお腹の中から出てきた跡かもしれません。どちらにせよ、2021年虫岡が初めて出会ったコロギスは謎の死を遂げているコロギスでございました。ちょっと小柄ですけど、メスの修霊幼虫見つけた時はちょっと興奮したんですけれども、こればっかりは仕方ないですね。寄生虫だったのかもしれないし、他の何かの病気やったんかもしれないですけれども、こういったことに負けずに、あの場所でコロギスがまたこれからも増えてくれることを祈るばかりでございます。2年前にヤドリバエが出てきたコロギスも、実はあの場所で捕まえたメスの修霊幼虫だったんですね。だからヤドリバエだっていうわけじゃないけど、きっとでも何かしら寄生虫とか病気によって死んだんじゃないかなと思います。まあでもこれはコロギスの時もハリガネムシの時も寄生バチの時も散々言いましたけれども、もうこれは仕方のないことです。コロギスは樹上に住む肉食の昆虫なので、きっと葉っぱの上にいる毛虫とか芋虫をいっぱい食べて生きている昆虫じゃないかなと思います。
ただその強いコロギスが増えすぎるのも葉っぱの上にいるイモムシとかケムシが少なくなってしまうというような原因につながるということで、きっとこうやって数の調整がされてるんじゃないかなと思います。まあ無償化はもちろんコロギスを探してたのですごい残念な結果ですけれども、もうこれは自然の摂理として仕方ないことだと思います。まあもし寄生虫の仕業だったとしても、どちらも恨むことなく食物連鎖のあり方って素晴らしいなと思えるような、そんな動画になったらなと思っております。まだまだこれに懲りずコロギス探しを続けてみたいなと思いますので、引き続きどうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。無償化でした。